ブロンベルク条約、または、ブイドゴシュチュ条約は、ポーランド・リトアニア共和国の国王や二世イカジミエシュとブランデンブルク戦定抗権プロイ戦公フリードリ・ヒビルヘルムの間で、1657年11月6日に締結された条約。9月19日にブランデンブルクプロイ戦と、ポーランド・リトアニア代表の間で、 ベーラウにて締結されたベーラウ条約も強引に含まれているため、ブロンベルク条約はベーラウ・ブロンベルク条約とも呼ばれる。北方戦争における軍事援助とエルムラント返還の代償として、ポーランド王はプロイセン公国の君主であるホーエンツレルン家を風神から独立君主に昇格させ、ドラハイムとエルビングを帝統としてブランデンブルクに与え、 ラウエンブルクとビュー島を報道として、ホーエンツォレルン家に与えた。条約は1660年のオリバ条約で、再確認され、国際で承認された。ポーランドがエルビングを保持した一方、ラウエンブルクとビュー島、そしてドラハイムはブランデンブルクプロイセンに併合された。プロイセンにおける主権は後に、ホーエンツォレルン家のフリードリヒ一世がプロイセンにおける王として体感する基礎となった。 ベーラ・ブロンベルク条約は、第一次ポーランド分割直後の1773年9月18日に、締結されたワルシャワ条約まで維持されたが、ポーランドの外交政策で最大のミスであり、致命的な影響を与えたと言われた。ただし、ポーランドが大きい利益を得たとする評価もある。ブランデンブルク選定貢献プロイ選考。 フリードリヒビルヘルム・プロイセン公国は1525年4月8日のクラクフ条約でアルブレヒト・フォン・ブランデンブルク・アンス・バッハを君主としていただき、ポーランドの報道として成立した。条約の定めによれば、この報道は世襲領であり、もしアルブレヒトとその兄弟の関係が断絶した場合、プロイセン公国はポーランド王領になるが、ポーランド王は プロイセン生まれのドイツ語話者を総督に任命しなければならない。1563年6月4日、ポーランド王、ジグムント2世アウグストはこの条項を変更、ホーエンツォレルン家のアルブレヒト系のほか、ブランデンブルク選定校の家系でもプロイセン公国を継承できるとした。ホーエンツォレルン・アンズバッハ家が1618年に断絶すると、ブランデンブルク選定校、 ヨハン・ジギスムントはこの特権により、プロイセン公国を継承した。北方戦争初期の1656年、ホーエン・ツォレルン家のブランデンブルク・プロイセンはまず、ケイニヒソベルク条約でプロイセンとエルムラントを持って、スウェーデン帝国に侵入した。その後、スウェーデンウォーカール10世は、ラビアウ条約でプロイセンを解放して独立国に、させた。1656年に、 スウェーデン軍と共に戦い、特に、ワルシャワの戦いで活躍した後、戦況が不利になったためブランデンブルク戦抵抗、フリードリヒビルヘルムは、ポーランド側に接近、カール10世が与えた特権を、ポーランド王や二世カジミエ州も承認するのであれば、ポーランドに願えると提案した。これらの条件は、ベイラウとブロンベルクでの交渉により決められた。ポーランドが、 ブランデンブルクプロイセントの同盟に興味を示したが、これは対スウェーデン戦争をできるだけ早く終結させる必要があったからだった。1656年11月3日のビルナの和訳ではアレクセイ・ミハイロビチのポーランド汚染室が約束される代償としてアレクセイはポーランド・リトアニアでの攻勢を中止して対スウェーデン戦役を開始した。 この条約はリトアニア大公国では特権を、さらに強化しようとした貴族に支持されたものの、ポーランド王官僚では支持されず、ポーランドのエリート層は、アレクセイの多い継承権の抜け道を探そうとした。対スウェーデン戦争を早期終結して、ビルナの和訳の履行を避けるためには、反スウェーデン同名を拡大しなければならなかった。 ロシアは同盟国になったが、ビルナの和訳が議会に批准される前に、ポーランドを支援したくなかった。ハプスブルク家は1656年の第一次ウィーン条約と、翌1657年の第二次ウィーン条約で、ポーランドと同盟したが、ハプスブルク家の援軍は、ポーランドの指揮下に置かれるため、この同盟の価値は、戦争が長引くほど上がる。 デンマーク・ノルウェーも1657年6月、第二次ウィーン条約により、反スウェーデン同盟に加入した。しかし、デンマークの参戦は、カール10世の軍勢を釘付けにし、正式な同盟も7月に締結されたものの、デンマークの主目的は1645年のブレムセブルー条約で失われたスコーネ地方の脱回であり、デンマーク軍はポーランドでは戦わなかった。 ハプスブルク家が同盟したのは先帝国であるフリードリヒビルヘルムとの関係を改善して神聖ローマ帝国における政策への支持を得るためだった。そのためハプスブルク家はフリードリヒビルヘルムがスウェーデン側からポーランド側に倶り替えさせるべく外交官のフランツ・フォン・リゾラを派遣して仲介に当たった。ブロンベルク条約とベーラウ条約の関係は双子の条約 追加条約、または、ベイラウと、ブロンベルク条約や、ベイラウ・ブロンベルク条約のように一つの条約として、扱われるなど、文献によって相違した。ポーランド王や二世、カジミエ・シュベイラウ予備条約は1657年9月19日、ブランデンブルク選帝抗、フリードリ・ヒビル・ヘルムの代表をトフォン・シュベリーンと、ロレンツ・クリストフ・フォン・ゾムニッツ、及びポーランド代表のエルムラント司教、 バツはフレシチニスキとヘトマンであるヴィンセンティ、コルビン・ゴシェフスキ、ハプスブルク家の代表で仲介者であるフランツ・フォン・リゾラの間で締結された。条約はいくつかの小さな修正を受けた後、11月6日にブロンベルクでフリードリヒ・ビルヘルムとヤン・ニーセイ・カジミエシュにより批准された。二人はそれぞれ妻のルイゼ・ヘンリエッテ・フォン・オラニエンと ルドビーカ・マリア・ゴンザーガと共に式典に出席した。ダンツヒ市長アドリアン・フォンデアリンでも出席した。ベーラ・ウブロンベルク条約は1660年に北方戦争を終結させたオリバ条約で再確認され、国際にも承認された。ポーランドの政務は1659年と1661年に、それぞれ条約を承認している。 ブロンベルク条約は主に下記の3部分で構成されている。主にプロイセンの国体と継承。ブランデンブルク・ポーランド同盟と軍事援助に関する22箇条。ベーラウで起草され、ブランデンブルクとポーランドの全権大使及びハプスブルク家の仲介者が署名した。同盟と軍事援助の詳細を定めた6箇条の特別協定。同じくベーラウで起草され、 ブランデンブルクとポーランドの全権大使及びハプスブルク家の仲介者が署名した。ベーラウ条約を改正して、ポーランド側の情報の詳細を定めた。ブランデンブルクスウェーデン間のラビアウ条約により、プロイセン公、フリードリ・ヒビルヘルムは主権を得ていたが、ブロンベルク条約により、ポーランド・リトアニア共和国からも承認された。エルムラント司教、バツワフ・レシチニスキしかし、 ホーエンツォレルン家の世襲試験が認められたのは、プロイセン公国だけであり、エルムラントについてはポーランドへの返還が定められた。ブランデンブルク選定後継、ホーエンツォレルン家が断絶した場合、プロイセン公国は、ポーランド王が継承することも定められた。そのため、プロイセン議会はそれまでのポーランド王に対する宣誓と義務からは解放されるものの、 プロイセン公国を継承したポーランド王に対しては条件付きの中誠を誓わなければならなかった。プロイセン公国内のローマカトリック教会はエルムラント司教所属に残り続け、その財産と収入を維持して、信教の自由も与えられる。ブランデンブルクプロイセンは進行中の北方戦争において、ポーランドリトアニア共和国の対スウェーデン戦争に、 軍事援助を与えることを約束した。ブランデンブルク選定校、フリードリ・ヒビルヘルムはすでにベイラウ条約で、ポーランド王ヤン2世カジミエシュに援軍8000を派遣すると約束しており、永久同盟に同意したが、ブロンベルク条約ではプロイセンからヤン2世に、不評1500と、騎兵500を合流させるとした。北方戦争以前の1654年時点のブランデンブルクプロイセン。 1656年1月のケーニヒスベルク条約以降のプロイセン広告。1656年11月のラビアウ条約以降のプロイセン広告。ベーラウブロンベルク条約以降のブランデンブルクプロイセン。ポーランドは援助の代償としてブランデンブルクプロイセンにラウエンブルクとビュトを報道として与えた。この報道を受け取る条件はそれ以前に、 ポンメルン家に与えた条件と同じであった。すなわち、ホーエンツォレルン家の唯一の義務はそれ以降の、ポーランド王の戴冠式に使者を派遣、報道の確認文書を受け取ることだった。ただし、ホーエンツォレルン家の断刑が断絶した場合、ラウエンブルクとビュートウは、ポーランド王領に戻される。ブランデンブルクプロイセンは、エルビングも得たが、後に条項が改正され、 ポーランドが40万ターラーを支払った場合には、エルビングをポーランドに返還しなければならないとした。ポーランドはさらに、ブランデンブルクプロイゼンがポーランド側で参戦したことにより強いられた損害への賠償として12万ターラーの支払いを約束した。その抵当として、ドラハイム地域が3年間という期限付きで、ブランデンブルクに引き渡された。ドラハイム地域には、テンペルブルクのほか ブランデンブルク領ポンメルントの教会において18村があった。賠償金は毎年4万ターラーを支払うという分割払いとなり、3年後に全額が支払われていない場合には、ブランデンブルクがドラハイムを領有することができる。ドラハイムのカトリックに信教の自由が保障されたほか、ホーエンツォレルン家はラウエンブルクとビュー等のカトリック教会にも信教の自由を与えた。 この地域のカトリック教徒は財産を保持するほか、クヤビ市教がその代表を務め、一方ブランデンブルク選定校と現地の貴族はカトリック教会を保護するとした。ラウエンブルクとビュートウの貴族の権利は維持され、以前の評決や特権は有効のままとなった。また、同地域の行政は昔のポンメルン校による統治と同じように行われるとした。条約とは、 独立した覚書において、ポーランド王や二世カジュミエ主は、現地の貴族が条約の後でも、ポーランド・リトアニア共和国の一員として扱われ、従って、ポーランドに移住した場合には、ポーランド貴族と同じ権利と義務を有すると保証した。画像は1663年10月18日に、プロイセン議会が、ケーニヒスベルク城で、フリードリヒビルヘルムに、真珠の礼を取る場面。 地図は東プロイセンとホーエンツォレルン家による併合の時期を示している。条約はまず特権の喪失を恐れたプロイセン議会の反対にあい、ケーニヒスベルク市長、ヒエロニムスロトは反対派の首領として死去まで16年間投獄された。議会の抗議は1663年にフリードリヒビルヘルムに真珠の礼を取るまで続いた。ポーランド王領プロイセンにある ローマカトリック教会の支部にあたるバルミア市教領も、ホーエン・ォレルン家との緊張状態を起こした。このように抵抗もあったが、ホーエン・ォレルン家は、プロイセン公国における主権を通じて1701年に、プロイセンの王として退官することができた。ラウエンブルクとビュートは1658年4月に、ポーランド王や二世カジミエシュの代表、イグナーツ・ボコフスキから正式に、 ブランデンブルクプロイセン代表アダムフォン・ポデビルスとウルリヒゴットフリートフォン・ゾムニッツに引き渡された。引き渡し式典の最中、平民はブランデンブルク選定校に対して、それまでポンメルン校に対して取った神獣の先生と全く同じ先生をし、一方貴族の神獣の先生は変更された。先生は、 ラウエンブルク区の貴族63家とビュートークの貴族43家が行い、代表者数は合計で220人だった。そのうちポーランド語で宣誓した者は3人だった。しかし、ブランデンブルクプロイセンの政府はこれら106家をすべて、貴族として認めたわけではなく、5月に、ラウエンブルク区のうち現地出身者13家と、ポンメルンからの移民6家、および、ビュートークのうち4、 家が貴族として認められた以外は特殊自由民として扱われた。ブランデンブルク選定校は称号にラウエンブルクとビュー島の領主を付け加えた。ポーランドは抗議して領主を受託者に変更させようとしたが失敗した。ラウエンブルクとビュー島の行政の中心地は1771年までラウエンブルクであった。ラウエンブルクは 現地のオーバーハウプトマンとセーミクという貴族が集会を行うラントタークの所在地となっているほか、貴族が選定校に忠誠を誓う場所でもあった。1771年以降、ラウエンブルクとビュー島は、ブランデンブルク領ポンベルンの、それ以外の部分と同じく、シュテッティンから統治されるようになり、プロイセン王に忠誠を誓う場所もシュテッティンに移動された。ブランデンブルクからの施設が、 ポーランド王の任命を受けるという条項は1698年まで守られた。それ以降、ブランデンブルクプロイセンは施設派遣を取りやめた。ブロンベルク条約は1772年の第一次、ポーランド分割の後、1773年のワルシャワ条約にとって変わられた。ワルシャワ条約では、カトリック教会と貴族への保障など、ブロンベルク条約の条項を取り消し、 ポーランド王は、ラウエンブルクとビュト島に対するすべての権利を放棄した。これにより、ラウエンブルクとビュト島は、ホードではなくなり、ホーエンツォレルン家が断絶してもポーランド王は、継承権を許さなくなった。1720年頃のエルビング1660年、スウェーデンの中流軍が、エルビングから撤退すると、ポーランドリトアニア共和国は、 ブロンベルク条約で定めた金額を支払わなかったにも、かかわらずエルビングをブランデンブルクプロイセンから奪取した。そのため、ブランデンブルク戦定抗フリードリヒビルヘルムは、ロシア・ポーランド戦争でポーランドを支持せず、1656年にロシア・ツァーリ国と締結した中立協定を守るとした。ポーランドは1772年の第一次、ポーランド分割まで、 エルビングを維持したが、ポーランドの支配は1698年から1699年と1703年と二度、中断した。1698年、ポーランドをアウグスト2世は、プロイセン軍にエルビングの包囲と強襲を許してしまったが、ロシアがポーランドの借金への担保として、ポーランドの大艦放棄の受け取りに同意すると、仲介すると、プロイセン軍は翌年に撤退した。 アウグスト2世が再び支払い不能に陥ると、エルビングは大北方戦争中の1703年に再占領されたが、今度はスウェーデン帝国の圧力により短期間で撤退している。ドラハイム城の遺跡、2000年代撮影。エルビングのほか、共和国はドラハイムの維持を目指していたが、フリードリヒビルヘルムは1663年にドラハイムを占領して、 共和国の計画をくじいた。1720年代以降、ブランデンブルクのポンメルン県政府は、ドラハイムの行政を徐々に取り入っていったが、ドラハイムは、ブロンベルク条約が1773年のワルシャワ条約に置換されるまで独立を維持した。ワルシャワ条約まで、ポーランドは、名目的には、ドラハイムを買い戻す権利を有したが、それが主張されることはなかった。 ポーランド王はこの権利への主張として1680年まで地方行政官に特権を付与した。ポーランドはワルシャワ条約の第5条でドラハイムを買い戻す権利を放棄、それを永遠にプロイセン王国に割上した。ロバート・アイフロストによるとベーラ・ブロンベルク条約はホーエツォレルン家にとって地政学上で大きく得して富と名声を大きく上昇させたという。 一方のポーランドも戦争中にブランデンブルクの支援で大きい利益を得た。ポーランドがベイラウト、ブロンベルク領条約で譲歩した内容は戦術的とされ、後に元に戻される可能性もあったが、共和国が国内で抱えていた弱点により元に戻されることは、ついぞなかった。クリストファー・アマンドー・クラークによると、ポーランド王やニセイ・カジミエシュは、ポーランドが ロシアツァーリ国に脅かされている最中に、ブランデンブルクをスウェーデンから切り離して無害化させようとした。その一方、ハプスブルク家も新生ローマ皇帝フェルディナント3世が休止したため皇帝選挙で選定校の票を欲しがって圧力をかけ、ポーランドがロシアやスウェーデンによる再侵攻に備えて、オーストリアの支援を期待していたため、 ハプスブルク家の圧力が大きく影響したという。そのため、クラークは、ブランデンブルク戦抵抗、フリードリヒビルヘルムを自身の支配できないところで進展した、国際情勢の恩恵を受けたものとみなし、ブロンベルク条約以降の進展をその論拠とした。ユゼフアルノ・オダルスキはブロンベルク条約を、 ポーランドのタイプロイセン外交政策における最大のミスとみなし、ポーランドに致命的な影響を与えたとした。歴史家のアンナカミンスカによると、ポーランドはブロンベルク条約でバルト海に対する影響力を失い、ポーランド・リトアニア共和国のヨーロッパにおける立場は弱体化した。フロストによると、カジミエ・シュピワルスキなどの歴史家はブロンベルク条約で ポーランドが払ったコストが高すぎるとして条約を批判した。フロストはまたこのような批判はポーランド分割以降の主観に基づいており条約締結当時の状況を無視していたという当時のポーランドの政治家は主権を活用する危険性に気づいていた。彼らがそれを受け入れたのは愚かでも無関心でも金主眼的でもなくそれ以外の選択が共和国の利益を さらに損害しているからである。ポーランドの決定にハプスブルク家が大きく影響しているとのピワルスキの主張については、フロストはポーランドとブランデンブルクの接近は1656年、リゾラが仲介に入る以前にすでに起きていたとしている。ありがとうございます。